上から下にずっとこう当てていく人が意外と多いんですけど、こうすると中が乾かない。はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、ということで今日は美咲の部屋は、はい、髪の毛の乾かし方、はい、前この前ね、リクエストっていうかあのコメントいただいたんですけど、はい、美容師がなんか後ろから乾かしてっていうね風に言われる方って結構多いかなと思うんですよ、美容師側からね。でその時にじゃあ自分で乾かす時ってどうしたらいいのみたいなって思う。確かに、うん、自分で言ってるんでできるだろうと思うんですけど、うん、意外と実際自分では無理やんなっていうのを多分ね、結構それでコメントいただいた方も多分思ってらっしゃったと思うので、はい、それをね今日は美咲さんが実践でやっていきますので、やってみます。はい、もうこのままやってもらえたらいいかなと思いますので、はい、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。なんだそれは。はい、ということでじゃあ美咲さんがもう今から乾かしてくれます、はい、ドライヤーですね、はい、もうお使いのドライヤーでいいしね、はい、何でもいいよな、使える、うん、はい、いつも使ってるので で、もう今は言ったら髪の毛にオイルがついてる状態、洗い流さないトリートメントね、はい、がついてる状態からスタートだけど、まずどこ乾かす？長さにもよるし、うん、ダメージもにもよるんですけど、うん、私の場合、うん、結構ダメージもね、毛先にすごい水が溜まっちゃうので、うん、私はまずこのタオルドライをした状態でちょっとだけ水気取ります。そうすると毛先が意外と乾かないんですよ、ダメージもの人。それ2パターンある。乾かない人もいるし乾く人もいる。あなたは毛先に水分溜めやすい人、両方いるので、乾きづらい人は最初にちょっとタオルドライした後に、まあ、若干ドライヤーで水気だけ取るって感じだよな。そうです、水気だけ。ちょっと湿ってるぐらいの感じでね、はい、でやっちゃう。でその次は、うん、結構こう上から下にずっとこう当てていく人が意外と多いんですけど、うん、根元で、はい、おうおうおう、こうすると中が乾かない。うん、なので最初はもう根元立ち上げるように、うん、下からこう上にガーッと、はい、でも根元付近やんな、それはやるのはね、はい、ね、根元に立ち上がりが出るように下から上に乾かす、はい、うん、そうすると、うん、こう内に入りやすくなる。なるほどね、はい、はい、ほんでその後は、その後にその言ってた後ろから前に、それをちょっと後ろ向いてもらってさ、はい、下を向いて乾かしてあげると、うん、上から下にと同じ工程でできるので、うん、こうやって首を上げた状態でこう後ろから前にってやるよりは、うん、こっちの方がすごく楽です、うん、なるほどなるほど、はい、だからちょっと下向いて乾かしていくと、はい、うん、でこうすると毛流れがこう前に行くよね。前に行くので、うん、こうまとまるっていう感じです。うんうんうん、はい、で、じゃあ根元それで乾かして、で中間毛先っていう流れでやっていくって感じやな。はい、じゃあこれを実際じゃあ、乾かしていきますので、はい、乾かしている手順とかは、まあ、テロップ等でちょっと出していきますので、はい、見てみてください。はい、じゃあ乾かしていきましょう。いきます。毛先から水滴が落ちない程度までドライヤーで乾かしていきます。根元を少し持ち上げながら下から上にドライヤーを当てていきます。ある程度根元が乾いたら、次は後ろから前に乾かしていきます。この時に下を向いてドライヤーを上から当てていきます。そして髪の毛は前に引っ張りながら乾かしていきます。内側は根元がほぼ乾いた状態です。であんまり乾かしすぎちゃうと
根元が割れてしまうので気をつけてくださいね。はい、反対側も同じように根元を乾かした状態です。次に中間毛先をやっていきます。あ、前髪は一番最初に乾かしてあげてくださいね。中間毛先はドライヤーを上から下に当てて撫でるようにキューティクルを整えるように乾かしていきます。はい、ということでお疲れ様でしたね。今日はまあドライヤーの乾かし方ね、はい、分かっていただけたかなとは思うんですけど、でもね、まあおさらいとしては、はい、まずはまあちょっと水滴が垂れやすい人は、うん、なんだろう、まあ、乾く人はあれなんですけど、はい、垂れやすい人はちょっと先にこう水分取っちゃう、毛先のね、はい、取りすぎたからね、はいはい、で次は根元を乾かす時には下から上に持ち上げてね、はい、ドライヤーを乾かしてあげる。である程度根元が乾いてきたら後ろのね生え癖があるところがあるので、それを後ろから前に向かって、で下を向いてドライヤーを当てていく、はい、で逆に引っ張りながらね。そうですね、うん、利き手じゃない人でどうしたらいいの？それ意外と私右利きなんですけど、うん、なんか左手でこう揺らすのが苦手な人いる。あ、なるほどなるほどね、これね、うんうんうん、なのでもしそれがやっぱりこう揺らさないと、うん、熱いからね、同じところに当たっちゃうので、うんうん、それが苦手な人はこうちょっと首をかしげて、かしげる、こうですね、多分。で、ちょっと待って、じゃあどっちしろ利き手でやったらええってことやね。そうですね。じゃあ利き手じゃない方でやらなくていいかなとは思うので、はい、まあ首かしげたりとかなんかいろいろな角度で、はい、利き手でやってもらえたらと思います、はい、で、最後に中間から毛先、はいっていう風に乾かしてあげると、まあそれも上からしたいな。そうですね。で乾かしてあげるとキューティクルが整って髪の毛が綺麗に見えるかなと思いますので、はい、あ、何？絶対言うと思いました。前髪です。すいません。ちょっと私忘れてました。前髪は大概で一番最初にやった方がいいかなと思ってて、生え癖とかもね結構あるからね。そう、今ちょっとほんまに打ち合わせなしで髪やったから。はい、ということで、まあ、前髪一番最初でやってもらって、はいはい、乾かしてもらって、そこからまあブローしたりとかね、アイロン通したりする、うん、されるといいかなと思いますので、はい、美容師がよく言う乾かし方について今日は紹介させてもらいましたので、はい、よかったら参考にしてみてください。お願いします。はい、この動画がよかったらグッドボタン、アイロンチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。See you! See you in the next time!